タロ散歩チャンネル。で、今度は9番線に宇都宮行きが来るんで、水中に乗ります。これですね、間髪入れずに今度9番線グリーン乗っちゃいますか。何やかんや1時間半近く乗るんで、ちょっと休みたい、正直休みたい。こっからだと800円の区間になっちゃいますね。ちなみに今5分遅れで51分だから、あとまあ 4,5 分ぐらいで来るでしょうって感じでしょうか。グリーンはあったとか、まあまた上の方は混むから、下の方か左かどっちかでのんびりまったりさせてもらいましょう。さあ、じゃあこれ乗って終点の宇都宮です。結構混んでますよ。この電車は宇都宮線、普通電車宇都宮行きです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次はトロです。This is the 宇都宮 line train for 宇都宮。まもなく、蓮田、お出口は右側です。次は乃木です。宇都宮に到着しました。相変わらず餃子のいい香りがしますけれども、ここからね、新白川まで新幹線に乗ればギリギリ仙台に今日間に合うんで、一回改札出て新幹線の切符を買って、そして、次は新幹線に乗っちゃいます。宇都宮から新白川まで3210円、特急券とそれから乗車券代と合わせてるんですけどね、これで改札がね、こっちのちゃんと新幹線改札口の方に行ってちゃんと改札しなくちゃいけないんですけどね。間違って入ったらどうなるんでしょうね。まあ、うっかり入っても大丈夫でしょうけども、実験はしないです。誰かうっかり入ったらレポートお願いします。
あ、そっか。結局同じなんか。で、新幹線で、で、これか。あ、すいません、私がうっかり在来線入っちゃった。ちゃんと出ました、大丈夫です。で、乗りますのがですね、今回これですね。19時31分仙台行き、一番乗り場。長い17両編成ですけれども、新幹線は下じゃなくて上の方にだいたいホーム作るんですよね。どうせ福島の手前に止まるから、なんか山形新幹線の方に自由席あったら山形新幹線の方にでも乗っていますか。なぜならば何日前かな、2日前か、2日前に八戸から二戸まで、なんだっけ、はやぶさだか山彦とか乗ってるんですよね、緑のやつの。じゃなくて、どうせ秋田新幹線止まってるんだから、秋田新幹線の自由席があればそいつに乗りましょう。まあ別に秋田新幹線ついてるわけじゃなくて、普通に仙台しか行かなかったみたいですね。でもどっちにしろ自由席は12から12の中のどっかでも行けるんで、前の方1から5もあるんですけども、12から17の方が近いんで、こっち行ったらいいんじゃないですかというアドバイスでした。今ちょうど駅員さん通りかかったんで教えていただいたんですけどね。あ、じゃあこの辺にしましょうか。17両編成の14号車、さあやってきましたよ。空いてればいいですけどね。だからよくよく考えたら今日1月2日で、U ターン始めてる人は U ターン始めてて、混んでるところはなんかえげつなく混んでるらしいんですよね。そういや、なんかこっち来るにも普通列車まあまあ混んでましたよね。あ、でも赤いやつだ。おー、あー、出荷した。15号車も出荷した。前3両スッカスカですよ。なんか人乗ってたかみたいなぐらいスッカスカでして、だったらね、スッカスカのところ乗るじゃないですか。15号車自由席センター、新車アパートおりますけども、あとこれプレートが上がるんですけど、踏んでももう大丈夫。稲の方が分かるけど、本当に見事です。建物ってのが、しかも4列シートになってる。ちょっと幅狭いですか。扉に稲穂の図柄が、ね、描かれていて、早い早い、えげつないぐらい早いですね。やっぱり新幹線すごいですね。どこの風景かは分かりませんけれども、景色が早く流れてるってことだけはよく分かります。今那須塩原駅に来てるんですけども、なんかね、新幹線の通過待ちで5分ほど止まりますみたいなことを言ってたんで、じゃあせっかくだからちょっとホームに降りて通過のシーンでも撮ろうかなと思うんですけれども、まあ、どんな感じで来るかな。こう来てこうですよね。ここに時計があるんで、まあ、うっかりね、実は通過なしでただ止まってるだけっていう、そういうのでもパッと時間見て新幹線の中に入ろうと思えばすぐ入れますね。大丈夫ですね。で、我々はね、次の新白川っていうところで降ります。で、新白川は20時01分に到着するっていう感じかな。で、数分のうちに在来線のホームに降りて、で、そこからはまた普通列車で最終的には仙台の方に向かっていきたいと思います。さて、そろそろ来るんじゃないかな。
反対側を通っていきました。こっちかと思ったら全然来なかった。はい、行こう行こう。やられました。こっちへ通ってきました。それはそっちへ通ったら危ないですよね。それあんなスピードに通過をここでね通過したら危ないに決まってますよね。今動き出しちゃいましたけど、停車するのはこっち側と向こう側と2つホームがあるんですね。すごいですね。で、通過線っていうあって、通過線は中にあるんで、だから片側3車線っていうのかな、片側3車線ってやつですよね、これね。車でいうところはすごいですね。ああ、このまま変で行ったら楽なんですけどね。仮に新白川から30分だとしても8時30分ですよ。早いですね。それをね、わざわざあれですよ、まあ、3時間半ぐらいね、時間かけて23時何分に到着するように普通列車でちんたらちんたら行こうっていうね感じなんですけども、あの文明の進化ってすごいですね。で、今回ね、そうこれ結構ね、いろいろとお世話になってるんですけど、なんていうかな、乗り換えとかを見るときにすごく便利、まあ、ヤフーの路線計算もかなり使ってますけどね。細かい乗り換えとか見るんだったらば、やっぱこっち、なんかどこの駅で乗り換えようとか、そういうことを考えるんだったら、やっぱり紙の便利ですよね。で、我々はこれか、20時01分の新白川でこうずーっと行って福島行って、で、仙台が、見てくださいよ、20時48分に到着するんですよ。対して我々あれですから、23時、なんか何分だったか、23時何分だかに到着するんで、すっごい遅いんですよね。だから我々が新白川から今度郡山行くんですけども、あのその間に、あ違う、それから福島行くんだったかな、最終的に福島あたりでもう仙台到着してるって感じですね。はあ、すごいですね。それはそれとして、まあ、どうせあと数分で電車着いちゃうんで、降りる準備だけしておきますかね。いや、しかしね、長野のどっかで傘忘れたんですよね。なんか見てわかると思うんですけれども、カバンを持ってるじゃないですか。で、傘ずっと持ってたじゃないですか、函館で買ったやつ。善光寺の山門を降りるところまでは持ってたんですけども、その後でどこでね置いちゃったかがわからないんですよね。あとあれか、あの高尾行きの列車でね、オレンジジュース忘れるし、もう今日ね2つもね忘れ物してますから。まあいいですよ、自分の名前忘れたとか、私が誰っていうのを忘れるとか、それよりはまあずっとマシですけどね。傘とね、オレンジジュースですから。ポコって開くの見えるかなと思ったら全然見えませんでしたね。今の音、多分そう、足のステップが開く音ですよ。ドアが開きます。新白川到着しました。次が郡山ですけども、我々は在来線で郡山に行きたいと思います。ただね、ここでね、出発シートが取りたいんですけども、なんだかんだでもう数分のうちに、ね、郡山行ってなかった、郡山行って、郡山行って出発しちゃうんで、もう頑張ってね、そう、もう、あの、行かなくちゃいけないんですよ。行かなくちゃいけないんですよ。乗り遅れたらね、検索すべてパーですからね。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。